大谷さん保五月二十八日隊は日本の海上自衛官で自衛隊初の女性練習艦艦長と護衛艦,艦艦長を歴任。防衛大学工女子第帰省。現在の階級は一等海佐。大阪府水田市出身。大阪府立地里高等学校卒業。龍国大学文学部に進学するが2年生の時、大学の下宿先で湾岸戦争のニュースを見て、 愛国心を覚え、防衛大学校への進学を決意する。家族の反対を押し切り、1992年4月、女子1期生として入学した。1学年時は、航空要員を希望していたが、海上自衛隊に配属され、最初の勤務は、練習艦、夏雲。その後、防衛大学校の指導教官や、海上幕僚幹部などの勤務を経て、2011年4月、 当時練習官だった朝霧の副長に就任した。2008年に護衛官への女性の配置制限が撤廃された後、2012年3月に朝霧が護衛官席に復帰したことに伴い、女性初の護衛官副長となる。2013年3月には練習官、島由紀艦長に就任し、東良子と同時に海上自衛隊女性初の練習官艦,艦長となった。 2016年2月には、山切官長に就任し、女性初の護衛館官長となった。2017年7月1日、一等会社承認。2018年3月23日、開幕厚生化構成班長。2019年12月2日に、妙高官長に着任し、女性初のイージス艦官長となった。現在は、夫と娘の3人家族である。 ありがとうございます。